24時間365日体制で今この瞬間にも各々の任務に取り組む諸君に対し、自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣として新人なる敬意を表します。こうした厳しい環境の中、小笠原諸島周辺の救難救援輸送、自衛隊機の移動訓練や在日米軍艦載機のやんちゃん訓練の支援、さらには露骨収容の支援などに各地に取り組んでいる諸君、本日は我が国南西航空の最前線であるここ航空自衛隊宮古島分屯地において任務に専念する諸君を直接激励すべくやってきました。自ら被災しながらも被災された方々のことを真っ先に考え、救援活動や行方不明者の捜索に献身的に取り組んだ諸君一人一人に対し、自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣として改めて深く敬意を表します。日本として積極的平和主義の立場から PKO をはじめ国連の集団安全保障措置に対し、より一層積極的な参加ができるよう私は図ってまいります。我が国の PKO としては最長の約17年間にわたり延べ約1500名が活動してきました。自衛隊の高い能力と規律正しさは国際社会から高い評価を得てきました。諸君が派遣されて以降、諸君の護衛の下では一隻たりとも海賊による襲撃を受けていません。これはひとえに諸君の努力の賜物であります。そして皆さんのご家族は時には長い間愛する人と離れながらも一生懸命その任務を理解し家庭を守っているわけでありまして、改めて自衛隊員のご家族の皆様に御礼を申し上げたいと思うところでございます。卒業おめでとう、真に称賛しなければならないのは泥と汗と血で顔を汚し実際に現場に立つものです。卒業生諸君、諸君にはそれぞれの現場で自信と誇りを持って全力を尽くしてほしいと願います。国民のための自衛隊、諸君の後ろには
諸君を信頼し、諸君を頼りにする日本国民がいます。私と日本国民は常に諸君をはじめ全国25万人の自衛隊と共にある。その誇りと自信を胸に、それぞれの持ち場において自衛隊の果たすべき役割を全うしてください。